これまで内江町では熊の駆除などの新たな体制を作ろうとしていましたが、地元猟友会が報酬額が少ないなどの理由で今年5月に協力を辞退していました。当初示した報酬額は最大1万300円でしたが、町は道内平均を参考に増額、日当4800円を基本に活動時間などで加算します。仮に熊の捕獲から処分までに8時間かかった場合は4万1600円です。町は昨日依頼を受ける新たなハンター11人を決めました。地元猟友会のメンバーは入っていません。